やった。クロスシートを手に入れました。これは寝れるぞ。さてと、桑名まで戻ってきましたよ。まあもう何もないですからね。まあこのまま改札出ては JR に乗って戻っていくことになると思います。まあとりあえず結構で、ね、なんやかんやでお客さんも乗ってましたし、で空気も美味しいし。まあ、なんやかんやでいい旅だったんじゃないでしょうか。まあ、あの美濃赤坂のね、あの辺りは持たなかったですけど。さあ、ここは ここに本格的に改札が移動してくるんだろうな。へえ。今乗りますか。あ、乗ります。JR の中ですか。ちょっと来たよ。さてと、ってことを降りてきました。 JR に乗るのね、一回降りないといけないんですけど、まあね、ちょうどね、なんか外国の方がね、こっちに来たんですけど、ちょっとシステムがね、ここ複雑じゃないですか。今陽動鉄道の切符をね、持っとったんですけどね、結局その近鉄に乗り換えるなら、そこの改札内の駅員さんに渡さないといけないけど、でね、JR に乗ろうと思ったら一回出て、ね、またここから改札通らなあかんとかね。で、ね、それでちょっと話がね、あまり日本から、ね、できないみたい。それでちょっと、なんやかね、ちょっとね、追ってたる続けして、やっとった。意外となんとか英語で通じましたね。まだまだね、なんとかなるな、山田さんも。ということでね、一応ね、ちゃんと案内してね、ちゃんと、次のね、目的地の方までね、ご案内することができたんで、よし、まだなんとかなるな、俺、という感じで、とりあえずそんで、それぐらいかな、起こったことは。よし、まあ、西小穴駅の方行ってもしゃあないでしょ、とりあえず、JR はもう来るのかな、47号、もう来るわ。よし、これ乗っちゃいましょう。ということで、とりあえずね、これで、まあ、桑名駅、まあ、とりあえずこのね、動画はね、締めさせていただきたいと思います。どんな感じになってるか分かりませんけど、とりあえずこんな感じです。で、ちなみにね、これ、大垣1170円で700円とかだってなってるんですよ。面白い話があって、一宮とかあっちの方行くときはね、これ、桑名から名古屋も350円じゃないですか。これね、1回、普通は通して乗った方が安くなるんですけど、なぜかね、コアナの4日市っていうのは、ね、ちょっと料金体系が特殊で、名古屋まで、で1回改札を出て、そこからまた一宮に向かうと、そっちの方が安くなるっていうね、名古屋を中心に特割運賃が組んであるんで、通して乗るよりも、1回降りた方が安くなるっていうね、すごい矛盾が発生するっていうね、面白い区間ではあります。まあ、そんなところですね。よし。以上ですね。ご視聴ありがとうございました。